Communication interrupted. Decrypting urgent message. 今回の速やかな任務遂行には心から感謝している。そして同僚の死はあくまでも悲しむべきことである。そこで私は彼女自身や残された家族のためにも UPO 側から今後一切彼女の行ったスパイ行為について何も言及しないことをすでに決定した。彼女は優秀だった。しかし事故で死んだ。私も君も同僚の思い出にはそれだけで十分だ。いいな。ところで今後は今まで以上に君の力が必要になる機会も増えてくることだろう。私は働きに見合った待遇を惜しまない主義だ。期待している。インフォメーションダウンロードコンプリートファイルデリートコミュニケーションインタラプテッドレシービングエムージェンシーブロードキャスト。全ての配信コマンドを通じてニュース速報をお伝えします。ユーピオの代表議員で先のゼネラルリソースとニューコムによるフェイスパーク紛争でも両者の代表を平和的な解決のテーブルに座らせた功労者として知られるガブリエル W クラークソン代表を乗せたユーピオ専用機の墜落がつい先ほど確認された模様です。現場はランバート地区付近の山中で半径5キロにわたって専用機のものとみられる残骸が散乱しています。乗員乗客の安否については機体の損傷度から見ても絶望的な見通しです。現場では地元警察とユーピオが協力し現場付近での捜索活動を続けています。同機は今日午後1時ユーピオ本部のあるニューアーク空港からクラークソン代表を乗せ離陸、メリトン地域緊張緩和協議会が開催されるケープレイニー空港に向かう途中でした。墜落の原因についてユーピオでは同機のフライトレコーダーが回収されるのを待ち救命を急ぎたいとのこと。特別専用機の墜落というショッキングなニュースについて同機の整備と警備を担当していたユーピオ治安維持部隊のパーク司令はまだ信じられない、これから自分も現地に向かい代表の捜索指揮を取るつもりだ、墜落の原因についても一刻も早く救命したいとのコメントを発表。あまりに突然の出来事に困惑の表情を隠しきれない様子でした。どちらにしても長年ユーピオの顔として代表委員を務め新勢力のニューコムとも強力なパイプを持っていた穏健派のクラークソン代表を失ったことは今後大きな影響が出るのは間違いないですね。特にユーピオの体質自体が変化するのは避けられないでしょう。具体的にはどんな変化が起こるのですか？クラークソン代表の死後ユーピオ内部で強硬派として知られるパーク氏が事実上の最高司令官となることで以前のユーピオではほとんど見られなかった武力介入による治安維持や紛争解決といった手段を取る可能性が高くなるでしょう。よ、いたんだ。ブランカはどう？ニュース見たろ？あれ事故だってな。それで、あれから俺考えたんだ。あの時、何が行われたのか。どうして俺とお前だけで、あの任務に就いたのか。なぜ、レナは、あんな後になって就いたのか。誰がいて、誰がいなかったのか。誰にとって、あれは必要だったのか。俺たち利用されたんだ！クラークソン代表をやるため、パーク司令は。Information download complete. File deleted. ゼネラルリソース所有のホワイトバレー空軍基地に向けてニューコムの高高度攻撃機の出撃が確認された。クラークソン代表のいない現在両者の戦闘は歯止めが効かない状況だ。これ以上のエスカレートを招かぬよう早急に両者の武力衝突を鎮圧せよ。
Get your stuff. なんのために俺こんなことやって。ただ飛ぶため決まってるじゃない。空を目指す翼があれば、いつまでもこうしてここで生きるためなら何でもしてやる。そのためなら仲間でも撃ち落とすのかよ。その通りだわ。いい、私たちにもともと翼なんてない。この空が嫌ならその羽自分で今すぐもげばいい。レナ、泣いてるのか？作戦は成功。両者の戦闘は鎮圧された。ニューコムの最前線である宇宙。そこには人類が空へ空へ、高く高くその望みを求めた技術の結晶が漂う。しかし今や戦いの火種は虚空の果てにまで移ろうと。私、飛び続けられるのならこの先どんな罪でも背負おうと思っているのは本当よ。いつか力尽きてしまうその時が来るまで。でもこれだけは信じて、フィーのことは今更何を言っても無駄だよね。